はい、今回はこちらの表ソフトの方を売っていきたいと思います。アンドロさんのヘキサーピップスプラスです。以前はヘキサーピップスフォースの方を知らさせていただいたんですけど、今回はプラスの、そして前と同じ横目の方で指導をしていきたいと思います。ではやっていきましょう。はい、ヘキサーピップスプラスです。横目です。厚さは厚の方を使っていきます。粒形状自体はそんなに多分大きい差はないんやろうけど、ちょっとこっち粒高いんかなっていう感じはします。まあちょっとスピード系寄りの表っていう風に聞いているので、まあ、ヘキサーピップスのフォースよりかは弾きがいいと個人的に期待して打っていきたいと思います。まずは玉突きからいきます。まあ、そんなめっちゃ弾むわけじゃないですね。波ぐらい、まあ、コントロールしやすくなってみたいと思います。じゃあパッパーからいきます。うわ、めっちゃ上がる。無難なイメージがあります。そんなになんかめっちゃいいってわけでもないし、悪いわけでもない、まあ、自分の技術を行いやすい用具なのかなと思います。まあ、玉持ちは結構いいと思います。まあ、横目で組み合わせるだけと木材っていうのがあるんで、まあ、パッパッパッってこうリズムよく連打していくというよりかは、まあ、合わせるとかしっかりつなぐことがやりやすいラバーだと思いました。じゃあ対射回転をしていきます。ドライブ、角度していきます。そうですね、私自身はすごい好きです。弾みがあんまり強くないからしっかり自分の力で持っていける。ただ弾まなさすぎるわけでもないんで、ちゃんと強打してですね、ボールが飛んでくれみたいな感覚もなかったんで、その辺ちょうどいいかなと思います。ただそれこそこう一発の威力とか、なんかスピード感を求める方はちょっと違うかなと思いますね。あくまでコントロール性重視で扱いやすいっていうところが、まあ、強い用語かなと思いました。じゃあ簡単いきます。いいですね。威力じゃないけど自分の狙ったところに狙ったボールを打ち合わせる感覚がありました、まあ、なので一本パーってカウンターして返ってきたボールを次コースついて狙うとか、そういった使い方がすごい向いていると思います。まあ、横目で打ってるからそんなにこう中心パーもないんで、ちょっと面を観測引っ掛けて返しても安心して返ってくれるかなっていう感触はありました。いや、すごいいいと思います。ただあまりこうやらしさといった部分ではないと思いましたので、あまりこうやりにくいボールを求めるというよりかは、何本も何本も連打していく、そういった意識を持って、カウンターをやってもらうといいかなと思いますね。では、バック系の技術いきます。上から強くされてないナックルって感じです。普通のボールはお前ナックルのイメージは少ないですか？あー、確かに。ドラゴンズです。作れなくもないんですけど、やっぱこう自分からしっかりやるなんて出ないかなと思います。まあ、フォアのバックもそうなんですけど、ボールがめっちゃ上に上がるんですよ。
上に上がる分安心感はあるけど、あまりこう相手が凡ミスをしてくれるとか、そういった面の期待は持てないかなと思います。やっぱりやるんやったら自分から作る。ただその作ることに対するやりにくさはあんまりないです。まあ、弾みがそんなに強くないから、まあ、思い切ってパチって打ってもしっかりコートの中に収まってくれるし、まあ、そういうこと切るブロックとかは引っかかりがいいのでやりやすいと感じました。まあ、何でも自分でやってみたらすごいいいのかなと思いますね。で最後台上いきます。と、打ちやすいですよ。ストップもツッツキもフリックも。ただ質っていう点は、まあ、60点ぐらいかなと思います。何かがやりにくいってことはないけど、まあ、全部一つなくこなすことができる、なんかコメントしにくい用具かなと思いますね。悪いところがあまりないけど、いいところもあまり見つかりにくいだわっていう感じがするので、やっぱこう何かこう長所をめっちゃ求めて使うラバーじゃないかなと思います。まあ、ほんまに全ての技術を平均的にこなして、あとはこういろんな技術を行いたいやつ自分で作るっていうのがこのラバーの特徴かなと思います。まとめとしては、今回知らさせていただいたフィクサーミックスポーツ横目ですね、すごい万人受けするラバーかなと思いました。しかし尖った部分がないからちょっと面白みに欠けるかもしれないんですけど、特にペン表の選手とかはそういったこうトゲが強いラバーってなかなかこう試合でちゃんと使い切るのって難しいと思うので、まあ、こういった全てがこう平均点ぐらいでこなすことができる用具ってすごいいいと思いました。ただやっぱりこう相手のボンミスを期待できるラバーではないかなと思います。まあ、横目っていうのもあるので、片手目で使ってみたらまた違う印象を持つかもしれないんですけど、まあ、横目で使う上では、まあ、自分自身でちゃんとこう技術をこなして、作るときは作る、で守るときは守るといったメリハリをつけやすい用具かなと思いました。まあ、あとはラケットとの組み合わせですね。まあ、今回はまあ一番まあ無難かなっていうクリッパー CR に貼らせてもらって、まあ、打たせてもらったらそういった感想を持ったんですけど、まあ、この用具を使ってさらにこう攻撃的なプレーがしたいのであれば、まあ、それこそカーボン系のラケットに組み合わせてもらうのもいいと思いますし、まあ、ラバーを厚くしてもらうのもいいと思うんで、そこはこういろいろ試してもらえたらいいかなと思います。まあ、今回はヘキサーピックスプラスの横目の厚としの感想として見てもらえればいいかなと思います。私個人としてはすごい良かったです。あまりこういいように言うてないかもしれないんですけど、それがいいんですよ、私の中では。でこう何かがめっちゃいいというかは、全てがこなすことができたら弱点がなくなるから、あとは自分の腕次第というふうに捉えることができるんで、まあ、そういった用具が一番ね、自分の技術を発揮することができると思うのでいいかなと思います。まあ、すごいいいラバーだと思いますので、まあ、このアンドロさんのヘキサーピックスプラス、ぜひ一度お試しください。もしこの動画が参考になった方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。